私はアリトスカレから来たマヤオ・バセスカ。僕はアリトスカ・ラーから来たソルナム・フォース・ドリカス、通称フォース。フォース、お前あの時。ああそうだな、そういうな細かいことは気にするな。こう感動の再会じゃないかな。あれでも私の知っているフォースはもっとおでこが広かった気がするぞ。確かに言われてみれば僕の知ってるバセスカは赤かったぞ。おかしいな。そうだな、おかしいな。まあ、いいだろう、まあ、そうだな、ちょっと喋りにくいな。喉乾いたな。本当ですね。そう、今回最初に2人でやりたいことを詰め込んだと言いましたけども、まずこれ2016年の6月に属11人いる東の地平西の永遠という舞台をやらせていただきまして、それがダブルキャストって言って、うん、公演人違いで同じストーリーなんだけど人違いで演じていたから、このバセスカとこのフォースは出会うことのなかった2人なんですよ。そうそう、でもそれをどっかでやりたいって言ってて、ね、ここで叶えていただきました。そう、なんか最初にあゆみちゃんがちょっと設定なくしますね。そうですね。最初にあゆみちゃんが新雪梨沙さんと高橋愛さんが歌ってるあの日に戻りたいが、めっちゃバセスカとフォースの気持ちで歌えるみたいなね、そう話をしてて、そうこれ絶対歌いたいねって思って、でセットリストを決めてる間に、はい、なんかさ、もっとちょっとやっちゃうよって言って、そう楽しくなっちゃってね、男っていう設定で、そうミスターオブナイトね、やっちゃいました。楽しかったです。そうなんかね、はい、女の子を見つけて頑張ろうって思ったんだけど、こう見たらたまたま男の人で、あらみたいな、あらちょっとね、やっぱ男役まだ慣れてないからね、そういうこともありましたけど、きっと僕と出会ってから君が恋をしたんだ。さあもう大丈夫、僕はここにいるよ、おいで踊ろう。だから私行こう、そうさ人生いつまで、ブチュッとブチュッとしてみたいね。まだまだ夜の香りはしない、これは時に空発信で、これは時に今夜誓うよ、できるだけ愛しているよ、多分きっと愛しているよ、できるだけ、はいはいはい。